お、なんだ？疾走感がある。雨ですね。こんな街並みとかあったんだな。逆転裁判の世界。あ、なんだこれ。あ、ぬるぬる動く。バッドアップルみたい。あ、あれ？重なってる。2箇所で同じことが起こった。あ、なんだこれ。お？女の人っぽい？なんだ？何ですか？まよいちゃんが事務所を去ってから2ヶ月。逆転裁判1が終わって1と2の間らしいですけど。僕は一度も法廷に立っていない。依頼はあったけどなんとなく、その気になれなかった。へこんでる。まよいちゃんが帰っちゃってへこんでる。そう。あの日彼女が訪ねてくるまでは。おー。なるほどくん。やっぱり、まよいちゃんがいないと。まよいちゃんがいないとだよな。やれやれ、依頼を引き受ける気はないのに。どうして毎日事務所を開けてるのかな、僕。あ、やっと帰ってきた。あ！もうどこへ行ってたんですか？顔だけはすげえ見たことがある人だ。この子有名だよね、なんか。お姉ちゃんの裁判もう明日なんですよ。誰？誰？では、まよいちゃんっぽい、ちょっと。あの、君は？そんなことより今大事なのは、あなたが弁護士の綾里千尋さんだという事実です。え？そうだった。そうだったんだ。え？あれ？もしかして、違いました？違うよ。すいませんが。千尋っていう顔じゃないでしょ。じゃああなたは？お茶組の人ですか？なるほど、龍一です。一応弁護士の。なるほど。なんだこのサングラス、かわいい。あ、もしかしてあの、ミツルギ検事殺人事件の殺されとる、そんなところです。ミツルギは死んでないけど。ああ、よかった。この際贅沢は言ってられないし。悪いけど今はちょっと依頼は受けてないんですよ。え？でもなるほどさんですよね。弁護士で無敵の。あ、なんかよいしょされそう。とにかく今は事件を引き受けていないんですよ。申し訳ありませんけど。お願いです。もう時間がないの。そう言われましても。お姉ちゃんが、お姉ちゃんか。ああ、重なるなあ。ああ、重なるなあ。まよいちゃん。似てるよな、お姉ちゃんも。わかりました。お話を伺いましょう。本当ですか？ありがとうございます。でもなんか身長高いのかな？私、科学捜査官のほおずきあかね？科学捜査官？ほー。かわいい、白衣でさ。タイプ。タイプだ。うわ、久しぶりに。久しぶりに逆転裁判じゃん。殿様のポスターが貼ってある。あ、そっか。そっか、1と2の間はそうかもしれない。せっかくの置き土産だからそのままにしてあるんだけど。あかねちゃん。たまにお客さんの視線が妙に痛い時がある。趣味なんです。千尋さんがチャーリーと名付けて可愛がっていた植物。まゆいちゃんがいなくなってからもこいつの世話だけは忘れない。そうだったの？そんな名前だったんだ。ちょっと外うるせえな。もう今、せっかく久しぶりの逆転裁判を楽しんでいるんだから。今日も向かいのホテルは大繁盛だ。何でも今度視点を出すそうだ。太目をやったらあのボーイと目が合ってしまった。いつもいるな。いつもいるんやなって。千尋さんが使っていたデスクだ。依頼を引き受けなくなってからますます座る機会が減った。たまには掃除しないとだよ。そうだよ。掃除好きなんだから、なるほどくんは。難しい法律の本。ちょっと読んでみたら頭が痛くなった。しまうとき落っことして足まで痛くなった。なるほどくん、もう。何やってだ。話そう。あかねのこと。あかねさんでしたっけ？確か科学捜査官とか。そうなんです。それが何か？それにしては随分落ち着きが。いや、若いなーって。いくつ？16歳？そうなんですか。で、ちょっと待って。16歳？
あと3年もすれば正式に鑑識課への配属が決まりますから。私ちょっとしたもんなんで、すでにこの年にしても、そうなんだ。現在の職業はもしかして?科学的にあえて厳密に言うのであれば、JK じゃん!高校2年生になるのかもしれませんけど。でも私は身も心もすでにこの年にしても、やれやれ、卵か、この子も。へぇー。それで事件っていうのは、確か裁判は明日だとか。あの、お姉ちゃんじゃありません。人をナイフで刺し殺すなんて。殺人事件なんだね。お姉ちゃんが刺したとこを見た人がいても関係ありません。だって私科学的に知ってるから、お姉ちゃんは。目撃者がいるんだ。とにかく、お姉ちゃんとお話ししてみてください。捜査してもらう。本当は、エサと千尋さんを連れて行くって約束したんですけど。そういえば、どうして知っていたんだろう、千尋さんのことを。何か関係があるんですかね。大きくなったら科学捜査官になりたいんだ。何ですか?私子供じゃありません!それにしても随分マニアック、具体的な夢だね。これからの捜査はもっと科学的に犯人を追い詰めるべきです。ね、そう思いませんか?可愛いな。目をキラキラさせているぞ。可愛いな。そうすればお姉ちゃんだってきっと。お姉ちゃん。私いろいろ勉強してますから、そのうち見せてあげますね。科学捜査ができるの?あかねちゃんと一緒だと。楽しみにしておくよ。眉毛細いな。とにかくレイチェジャー行ってお姉さんの話を聞いてみるか。ギャルか?お姉ちゃんが言ってたんです。あやさと千尋さん、学生時代の後輩?ほー。千尋さんの先輩か。いつか弁護士が必要になったら千尋さんにって。昔よく言ってたから。ちなみに千尋さん女性だけどね。千尋、私もうすうす変だなと思ったんですけど、なんだかお姉さんと仲がいいみたいだね。あ、どうした?ああ、どうした?今のお姉ちゃん、お姉ちゃん、私好きじゃありません。なんで?今の?でも私にはたった一人の家族だから、あらー。家族が少ない人が多いわ、このゲームは、ご両親は。小さい頃に交通事故で亡くなっちゃいましたか。そうなんだ。そうなんだ。あ、見る?あるでしょ。あった。見て。これが弁護士バッジだよ。ふむふむ、ほうほう。これが噂の。こんなに食いついてくる子初めてだ。材質は銀。金メッキが少し剥がれてきてますね。そうなんだ。硫化物による腐食はまだみたい。5000円ぐらいでしょうか。古いけど売る気はないよ、まだ。まだ、あと2と3もやんなきゃいけないからね。まだまだやってるからね、弁護士を。じゃあ、リーチジャー行くか。こんにちは。うわぁ、久しぶりだね。あ、にゃんにゃんにゃんの日だね、今日は。どしたん?どしたん?あかねちゃん、ここへ来てから急におとなしくなっちゃったな。監修?面会は断ったはずですよ。すみません。しかし、妹さんがですね。言い訳は聞きません。来月の給与査定。あれ?なんだ?ケンジ?は、なんだ?なんだなんだ?あ、めちゃくちゃ前髪が長いですね。お姉ちゃん。違うよね。これは後ろ姿だよ。私の記憶違いかしら。ここへは来ないようにと言ったつもりでいました。二度と。え、何冷たい?私だって来たくなかったよ。だけど、裁判はもう明日だし弁護士さんだってまだ。被告席に立つのは私、あなたには関係ありません。あ、似てる、千尋さんに。そうですね。なるほど、龍一弁護士。僕のこと知ってるんですか?千尋さんから伺っています。あなたのことはいろいろ。はぁ、綺麗やなぁ。あなたはどういう、てかキャラデザがなんかちょっと違うなんかちょっと違うよな。ほおずきともえ。地方検事局、主席検事?偉い人じゃん。ケンジさんなんだ。へえ、かっこいい。軍服みたいじゃない?この姉妹、偶然なのか?似てるね。あかねちゃんにともえさん。どこからどう見ても、似ているね。どうしたんですか?なるほどさん。ただ身長とかが違う。あれ、この頃って人物ファイルないまんまか。あー。ワンの時は人物ファイルないんだよね。ウェイ、監修。
監視してしゃべり、監視。面会の様子を監視する監視だ。お前さんの霊気を全身に浴びて震え上がっている。心なしか僕も寒くなってきたな。綺麗だな、綺麗だな、緊張しちゃう。最初に申し上げておきます。ご存知かもしれませんが。何でしょう。今回の案件では、被疑者は全面的に容疑を認めています。え、自分がってこと？え？ちょっと待ってよ、被疑者って、つまり真犯人はこの私、いかんかしら？なるほど、弁護士。とにかく何があったのか話していただけませんか？事件が発生したのは昨日です。午後5時15分。ずいぶんはっきりしてますね。目撃者の証言です。私、犯行の瞬間をはっきり見られましたので。それはどうも、運が悪かったですね。現場は地方検事局の地下駐車場。遺体は私の部下の車の後部トランク。部下？検事局ですか。部下の車ね。この私が現行犯で逮捕された場所でもあります。やれやれ。え？何なの？初めてじゃない？こんな、いきなり、やりました系は。それで亡くなった被疑者、では被害者というのは？警察局の捜査官、いわゆる刑事です。刑事さん。死因は失血死です。胸部をナイフで一突きしましたので。したんだ。あなたがですか？即死には至りませんでしたが、それが致命傷だったようです。はぁ。なるほど、弁護士、もう一度言います。被害者は刑事だった。うん。これが何を意味するか。え？伊藤子デカが？何を意味するんですか、なるほどさん。それはもちろん、警察は一審にかけて有罪判決を取りに来る。はぁ、なるほど。いかなる手を使っても私を追い詰めようとするでしょう。はぁ。とんでもないことになっちまったな、今回も。あれ？ということは、検事、相手は誰なんだろう？この人が自分で検事するわけには、いかんか。それであなたは確か首席検事とか。そうです。地方検事局が抱えている全公判をマクロな形で把握して、適切な検事のアテンドとケア、彼らのタスクを常に管理する？簡単に言えばそんな職務でしょうか。へぇ、絶対もっと簡単に言えると思うけど。それよりも、あなたは地方検事局の首席検事の顔、首席検事って言えない顔も知らなかったんですか？こんな綺麗な人だったんだ。ありえないこと、そう申し上げるほかありません。じゃあこの人、カルマメーも、ミツルギも、ゴドウケンジも、みんなこの人を知ってるんだ。教えてよ、こんな綺麗な人と友達ならさ。友達とかじゃないよね。右手、怪我してるね。手の包帯どうしたの？ああ、これかしら。ちょっと自分の手を切ってしまいましたの、刺すときに。私もさすがに殺人には不慣れなものですから。そうですか。こんなのを弁護しろってのか。そういえば、確か先輩なんだよな、千尋さんの。千尋との関係。失礼ですけど、先輩なんですよね。あやさと千尋さんの。あかねがそんなことまで。いいじゃない。こうして事務所から連れてきたんだから。あらゆる意味で彼女と共通点があるようには見えませんけど。余計なお世話だよ。法科大学時代のことです。私が3回生、彼女は特別聴講生。周りの学生とは明らかに雰囲気が違いました。雰囲気が。弁護士になるためならば何でもやる。そんな迫力が。きっと、だからこの私に近づいてきたのでしょう。どういうこと？姉ちゃん、首席だったんです。はえー。頭いいのね。優秀なのです、私は。気持ちいいな。なんか、こう言われると。謙遜されるよりいいな。あ、ちなみに私も優秀ですから。そうなの？姉妹で同じこと言っても全然違って聞こえるな。さて、いかんかしら、なるほど、弁護士。はい？私はこの通りやったと申し上げているのです。この案件を引き受ける、ありえない選択と断言できます。お姉ちゃん！お姉ちゃん、そんなことないんでしょ？本当は。お姉ちゃん！いつもそう。な？お姉ちゃんはいつも自分のことしか考えてないんだ。なんか悲しくなってきた。悲しい。お姉ちゃんがいなくなったらどうなっちゃうの？私は、あかねちゃんは。お姉ちゃんやってないって。なに？どうしてそんなこと言えの？お姉ちゃんがいなくなったら、そうだよ。
私一人ぼっちになっちゃうんだよ。そうだよ、自分のことしか考えてないよ。お姉ちゃんなんて嫌い。ガチャンパタン。あ、なるほど弁護士。はい、どうやらこの面会もここまでのようですね。あとはあなたにお任せいたします。え、お任せ？それってつまり弁護の依頼ということですか？難しく考えないこと、依頼人は罪を認めているのです。わかりました、僕なりに調べてみましょう。はぁ、トモエさんは罪を認めている。しかし一つだけどうしても気になることがあった。はい、アカネちゃんのあの目、まっすぐな目、何かこの事件にはまだ見えていない部分がある。あるよ。というかさっきの映像だと2箇所で起きてたけど。すいません、なるほどさん。ん？何のことかな？お姉ちゃんがその、あんな感じで。いえいえ。まさかまたケンジさんを弁護するはみになるとは思わなかったよ。お姉ちゃん昔はあんなんじゃなかったんで。そっか、これの直近は蜜剣だ。優しくていつも笑っていて、みんなにも好かれていて。想像がつかないぞ、悪いけど。何かあったのかな、お姉さん。私にもはっきりした理由はわからないんですけど、心当たりがあるような、ないような、あるような、ありそう。科学的に割り切れない事情がありそうだな。とにかく現場に行ってみよう。検事局の地下駐車場だっけ。はい、よーし、行くぜ。はー、楽しくなってきやがった。お、はしごだ。はしごだ、あれは。脚立だよ。まだ捜査中みたいですね。そういえば検事局に来るのって初めてだな。検事局か。皆さんご苦労様です。これから何してるんだよ。あ、ほら、私も3年後には仕事仲間になるわけですから。ここは一つご挨拶を。あのね、弁護士には現場捜査する権利はないんだよ。あんまり派手に目立つと。へい、それで地味を気取ってるつもりかい。カウボーイ、なに、誰、カウボーイ、なんだ、誰この人。どうやら、お、デンデレデンデレデンデレ、牧場をはぐれたバンビーナがおいたをしてるようだよ。逆転裁判ってこういう BGM も流れたんだ。しっかり縄で繋いでもらいたいものだね。ザイモンさん、え、知り合い。あ、やばい、反ってる反ってる。ザイモン、このアメリカ人の名前か。いいかいバンビーナ、君の気持ちはわかるさ。だがしかし、ここは俺たちのゴールドラッシュ。わかるだろ。わかります。わかります。証拠というお宝が眠る夢の均衡、縄張りなのさ。なんだ、この頃から逆転裁判はおじさんを出してくるようになったのか。争うって腹ならただすまないね、カーボーイ。荒野のサボテンが見る夢、あんたも見てみたいかい。意味がわかんないよ。あ、なんか飲んでる。あ、ああいう薄い水筒ね。とにかくお家へ帰ることさ。アフやバンビーナ。はえー。なんだ今の。何今の。あの、今の宇宙人、外国人、君の知り合いなの。え？あ、はい、まあ。捜査官というより、保安官だよな、あれ。そうだな。お、調べられるね。あかねちゃんこれ。あかねちゃんこれ。あ、はしごですよ。それは脚立だよ。どこが違うんですか？科学的に証明してください。科学的？初めて言われた、そんなこと。もっと本質を見ましょうよ、なるほどさん。言われたかった。なぜだろう。甘酸っぱい気持ちになってきた。まゆいちゃん。まゆいちゃん。なるほどね。こんな、2でまゆいちゃんと再会する前にこんな可愛い女の子とのやりとりがあっただなんて。これは財布だね。あの、すいません。おまわりさん。ちょっと何してるんですか、なるほどさん。何言って、財布を拾ったらちゃんと警察に。はぁ、あ。いいですか、現場で拾ったものは証拠物件なんです。もっと科学的に行きましょう。ほら、ポケットにしまうしまう。科学的って、泥棒にされちまった。ポケットにギュッとねじ込まれた。え、中に何か入ってる。私の出番ですね。すでにこの年にしても、特別に証拠品を詳しく調べる。ほぉ。異様に嬉しそうだな。目がギラギラ輝いてるぞ。じゃあ早速、法廷記録を見てください。うん。見た。え？わあ！証拠品は縦から横からじっくり、もう舐めるように見るのが大事なんです？
さあさあ調べてみましょうよ、いろんな角度から。え、回転、あ、え、すごい。え、なんだこの立体的な 3D モデル。なんかこのままミクミクダンスできちゃいそうじゃん。この財布が踊ってみたにできちゃいそうじゃん、こんなの。パカ。お。これは ID カードかな。捜査官正しき道を。すごい警察っぽい。5842189。ごはしに曰く。ほらほら、どうですか、便利でしょ、科学捜査。これ科学捜査っていうの、科学はあまり関係ない気がするけど。もっと指紋とか調べられんのかと思った。あ、でも番号大事なのか。証拠品を見つけたらいろいろ調べてみましょうね。なんというか、気が抜けなくなったなぁ。なんでこれ2からなんで廃止になったん。あ、違う。3が出てから、蘇る逆転が、あれになったんだっけ。こんなところに見ありげなドアが。ドアに意味なんてないよ。く、開きません。謎の鍵がかかってます。く、鍵に謎なんてないよ。なるほどさ。もっと人生を楽しみましょうよ。先に調査を済ませようよ。はえー。これはなんだ？え、これなんもないの？これなんかありそうなのに。ドア。ここは車の出口ですね。床の矢印を見ると入り口みたいだけどね。何言ってるんですか？どう見ても出口じゃないですか。ここどっちが外かわからない。出口であると同時に入り口でもあるということかな。あ、それ、あの有名な相対性理論ですね。え、そうなの？はあ。メモしとかないとね。あ、ねえねえ、なるほどさ。なになに？どこの国の人でしたっけ？相対性さんって。知らないよ。相対性理論は誰だっけな？アインシュタインさんかな。ちょっと邪魔ですね、この壁。壊す？小さな蛇口がついてるね、水道の。もしかしてこれ、壁は世を忍ぶ仮の姿で、その正体は非常用のタンクかもしれませんね。どっちでもいいんじゃないかな。はぁ、でも別になんもない。あ、こっち、お、なんか出てるよ。ここで見つかったのか。さあ、こうなったら調べまくっちゃいましょうよ。これは何かな？これは何かな？どうやらカウボーイおとなしく帰る気はないようだ。あ、また出た。これ、あれかな、なんかナイフを舐める的な印象付けかな、髭剃ってんのは。さっきの保安官。言ったはずだよ、ここは俺たちの縄張りさ。おとなしく帰らないと、弾を噛むことになるさ。怖え。せめて、赤い車の持ち主だけでも。飲んでる。やれやれ、鼻の利く子馬ちゃんだね。死体を加えた赤いジョジョ山のご主人を知りたいってわけだ。お願いします。お願いします。オーライ、いいだろさ。待ち人にはちょうどいい時間だ。はい。12階のこのサルーンに行ってみるといい。今ならうまいエールにありつけるかも、だぜ。どうもこの人国境と時代を飛び越えてるんだよな。え、この人もしかして、ケンジ？ケンジとして出てくる？こいつと戦う？後で調べておくこと。あ、大事だね。初めて聞く言葉。知らない言葉は辞書で調べようね。上級検事執務室12025。そんなに部屋あんの？そんなにここ部屋あるの？とにかく車の周りは、もっと調べればよかった周り。遊びたけりゃこの辺にしておくことだね。仕方ないなぁ。よーし、この辺だけでもしっかり調べましょう。ちょっと、よろしかったかしら。え？また出てきた何かが。私たちですか？ね、何この人。すごいなんか、面白い。普通にシンプルに面白い。エッチな格好なのになんか、タコさんいいな、ぶら下がってる。お弁当屋さんかな？殺人現場なのにね。わー。え？マジじゃん。はい、こちら、鶏そぼろ弁当でよろしかったかしら。あ、どうもすいません。え？そちらの殿方も食べたい。はい。あ、違う種類がある。海苔弁当でよろしかったかしら。え？はい。僕ももらっちゃった。いいのかな？こちら関係者以外は立ち入り禁止ですよ。関係者なの？特に一般の方はお分かりだったかしら。何この人。面白い。でもあなたもその関係者には見えませんけど。
お弁当でか？これはまた随分なんかお挨拶ですわね。このゲロまみれのお経？なになになに？食中毒の話？ゲロまみれ？あなたが？あ、私お腹いっぱいだし、やっぱりこのお弁当は。私この件には深いゆかりがございますのよ。今も目に焼き付いていますの。あの艶っぽい姫ごとが。目撃者？姫ごと。やれやれ、じれったい小娘だね。お、お経！あ、かっこいい！一度はやりたいこのポーズ。捜査官が刺されたあの事件に決まってるだろうが。でか？お弁当でか？やっぱり。目撃者かな？ただの。でもお弁当屋さんっぽいしな。じゃあお姉ちゃんが言ってた目撃者って、あの、詳しく聞かせてください、ゲロまみれさん。一の谷京か。一の谷京か。何かかかってるのか、お弁当と。以後、見知りお経。京香さん！さもないと、お経のかかとに結び泣くことになるだろうさ。かっけえ！姉さん！はい！なんだこの無事な迫力は！お経！京香さん！